1985年の野球において、メジャーリーグベースボール優勝決定戦の第82回ワールドシリーズは、10月19日から27日にかけて、計7試合が開催された。その結果、カンザスシティロイアルズが、セントルイスカージナルスを4勝3敗で下し、球団創設17年目で、初の優勝を果たした。両チームの対戦は、シリーズ史上初めて、 水売り州を本拠地とする球団同士の対戦となったため、両本拠地都市を結ぶ、週刊高速道路75線になぞらえた、I、I-70 シリーズや、州の愛称、疑い深い州を冠した、賞味シリーズという呼び名が付けられた。カージナルス優勝決定まで、あと1インニングという第6戦の9回裏、ロイヤルズ戦闘打者、ホルヘオータの一ゴロを塁類類ドン・デンキンガーが、 政府と誤信し、そこからロイヤルズが逆転優勝を果たしたことで物議を醸したシリーズでもある。シリーズ MVP には最終第7戦で完封勝利を挙げるなど、2試合18.0イニングで2勝、0敗、防御率0.50という成績を残したロイヤルズのブレッドセーバー平原が選出された。ワールドシリーズでは1976年から指名打者制度が導入され、 今シリーズまでの10年間は、多摩数年は全試合で採用、奇数年は全試合で不採用とされていた。翌1986年からは規則が変更され、年度にかかわらずアメリカンリーグ球団の本拠地では採用、ナショナルリーグ球団の本拠地では不採用となった。この方式が現在も続いているため、全試合 DH なしで開催された。 ワールドシリーズは現時点では今シリーズが最後である。1985年のワールドシリーズは10月19日に開幕し、途中に移動日を挟んで9日間で7試合が行われた。日程、結果は以下の通り。勝ち、ジョン・チューダー・ハイ、ダニー・ジャクソン・イエス、トッド・ウォーレル・審判、パン、審、ドン・デン・キンワー、累進、一類、ビル・ウィリアムズ、二類、ジム・マッキーン、 三類、ボブエンゲル、ソトシン、左翼、ジョンシュロック、右翼、ジムクイック試合時間、2時間48分観客、4万1650人、気温、歌詞50度詳細、bas, eb, a, l, l, dash, re, f, e, r, e, n, c, e, ドット com, マサル。ケンデーリーハイ、チャーリーリー・ブラント・エース、ジェフラ・ハティ審判・シンパン、急進、ビル・ウィリアムズ、類進、一類、ジム・マッキー,ーン、二類、 ボブエンゲル、サンルイ、ジョンシュロック、ソトシン、左翼、ジムクイック、右翼、ドンデンキンガー試合時間、2時間44分観客、4万1656人、気温、歌詞60度詳細、b a s e b a l r e f r e n c e c o m 混ざル・プレットセーバー平原イ・ウォーキン,アンドハーボン、ケーシ、フランクホワイト1号2ラン審判、急審、 ジム・マッキーン、ルイシン一類、ボブ・エンゲル、二類、ジョン・シュロック、三類、シーム・クイック、ソトシン、左翼、ドン・デン・キンガー、右翼、ビル、ウィリアムズ・ジアイ時間、日時間59分観客、53,634人、気温、歌六十5度詳細、bas, e, b, a, l, l, dash, re, f, e, r, e, n, c, e.com、e. com. マサル、ジョン・チューダーハイ、パート・ブラック・ボン STL キトランドラム1号ソロウィリー・マギー1号ソロ審判、パン球ボブ・エンゲル累神1類ジョン・シューロックニルイ、ジム・クイック3類ドン・デン・キンガーソトシー左翼ビル・ウィリー・ムズ右翼ジム・マッキン試合時間2時間19分観客5万3 634人気温歌詞7 3度詳細 E、b-a-s-e-b-a-l-l-r-e-f-e-r-e-n-c-e.com、e、マサルダ・ニー・ジャクソン・ハ、は、イ、い、ボップ・フォーシ審判ン,パンキュー九神、ジョン・シュロック、ルイ・シン、一類、ジム・クイック、二イド・デン・キンガー、サルイ・ビル・ウィリ・ムズソト・シーン、ヨクジム・マッキーン、右翼、ボブ・エンゲル試合時間、2時間52分観客、53,634人、 気温、下肢70度詳細、b a s e b a l l r e f e r e n c e c o m マッサル、ダンクイゼンベリーハイ、トッドウォーレル審判、急審、ジムクイック、累審、一類、ドンデンキンガー、二類、ビル・ウィリアムズ、三類、ジム・マッキーン、ソトシン、左翼、ボブ・エンゲル、右翼、ジョンシュロック試合時間、2時間47分観客、 4万1628人、気温、下詞68度詳細、basebal-reference.com l 先発投手は、ロイヤルズがチャーリーリー・ブラント、カージナルスがダニー・コックス。試合では、両先発による投手戦が展開され、7回終了時点で、両、チームとも無得点のまま、8回表、 カージナルスは西一二塁の後期で9番コックスに打順が回ったため、代打にブライアン・ハーパーを起用する。このハーパーがリーブラントから中前打を放ち、二塁走者、テリー・ペンドルトンが生還して、カージナルスが1点を先制した。その裏、2番手兼デイリーが無失点に抑え、カージナルスは3年ぶりの優勝まで、残り1イニングとした。9回裏、カージナルスは3番手。 トッド・ウォーレルが登板する。先頭打者、ホルヘ・オータの打球は一塁方向へのゴロとなり、一塁手、ジャック・クラークが、ベースカバーのウォーレルへ、トスで送球した。アウトと思われたが、一塁塁審、ドン・デン・キンガーは、セーフの判定を下した。カージナルスが抗議したものの、判定は覆らず、テレビ中継ではリプレイが流され、解説のジム・パーマーは、アウトに見えますね。 実況のアルマイケルズもアウトであることに疑いの余地はないように思えますと話していた。その後ロイヤルズは一四万塁の好期を作り、9番、投手団クイゼンベリーの打順で代打に、デーン王子を起用した。王子は、ウォーレルの2球目を右前へ運び、3塁奏者オニキス・コンセプシオンと2塁奏者ジム・サンドバーグが相次いで生還、ロイヤルズが 土壇場での逆転さよなら勝利によりシリーズの行方を最終第7戦へも連れ込ませた。電勤側は判定に自信を持っており、試合終了後にコミッショナーのピーター・ユベロスに正しかったよなと確認したが、ユベロスはただ首を横に振って否定したという、2014年 MLB では累状のセーフ、アウトの判定にビデオ判定が行われるようになった。 そしてロイヤルズがこの1985年以来29年ぶりのワールドシリーズ進出を果たした。デン,キンガ側はビデオ判定の導入には大賛成。あの時ビデオ判定があったら自分の名前なんて誰にも知られることはなかったんじゃないかと話した。また、ウォーレルの補給を音で確認しようとしたが、球場の大歓声に書き消されて聞こえなかったと言いい。 判定を下した時の自身の位置取りについて近すぎた。もうちょっと離れたところから足と補給を一目に見ていれば正しい判定を下す可能性が高くなってたと思うとも振り返っている。勝ち、ブレット・セーバー・ヘイゲン・杯、ジョン・チューダー・ホン、K.C. ダリル・モトリー1号・ニラン・審判、パ球審、ドン・デン・キンワー、累審、一類、ビル・ウィリアムズ、二類、ジム・マッキーン、三類、 ボブエンゲル、ソトシン、左翼、ジョンシュロック、右翼、ジムクイック試合時間、2時間46分観客、4万1658人、気温、8詞62度詳細、bas.ebal.reference.com l ワールドシリーズでは、審判が時計回りにローテーションするため、ドンデンキンガーが、前日の一塁類,類進からこの日は急進に移った。 試合は2回裏、ダリル・モトリーが、ジョン・チューダーから2点本塁打を放ち、ロイヤルズが先制する。3回裏にも、1・シマン・ルイから、ジム・サンドバーグが、押し出し支給を選び、3点目を挙げて、チューダーを交番に追い込む。さらに代わって登板した、ビル・キャンベルからも、スティーブ・バルボニのサゼンダで2点を奪い5から0とした。ロイヤルズが試合を優位に進める一方、カージナルス打線は、 相手先発、ブレッド・セーバー平原の前に沈黙した。5回裏にもロイヤルズが6点を加え、試合は11から0となる。このイニング途中、カージナルスの監督ホワイティ・ハーゾグと5番手、当主ウォーキーム・アンドハーが、デンキンガーから退場処分を受けた。西一二塁の場面で、アンドハーが、サンドバーグに対し内角球を投じ、これをデンキンガーが、ボールと判定すると、 アンドハーは月光、これを受けて、ハーゾグがダグアウトから出てきて、デンキンガーに抗議し、退場させられた。この時、ハーゾグは前夜のデンキンガーの誤信を蒸し返したという、次の球をアンドハーは再び内角に投げ、これをデンキンガーも再びボールと判定し、ワールドシリーズでの退場処分は、1976年にニューヨークヤンキース監督のビリー・マーチンが受けて、 以来9年ぶりである。試合はそのまま11から0で終了し、ロイヤルズが優勝を決めた。シリーズ終了後、アイオワ州にある現金側の自宅に、脅迫や抗議の手紙が寄せられ、警察が警備に当たる騒ぎとなった。この事態に対し、コミッショナーのピーター・ユベロスは、野球には最初から人間的要素が組み込まれていると誤信を案に認めつつも、 カージナルスによる誤診場面ポスターの販売計画を差し止めるなどして、電筋がおかばった。しかしその誤診の印象は強く残り、時が経つにつれて、誤診は第7戦の9回裏日誌で起きた。電ガ側は、この誤診によって引退させられたなど、事実とは異なる話が広まっていった。ありがとうございます。